私、ここに本棚を置いて、ここにテレビを置きたいの。私はゲーム機を持ってくるので対戦しましょう。それは楽しそうだね。もも！貴様なぜここに？シャミ子に相談があって、先日シャミ子のお母さんに挨拶もせずに失礼しちゃったから、菓子折りとか持って挨拶しようと思ったんだけど。そこは気にしなくていいと思います。でもお父さんが箱になってるのに箱状のものを渡すのは不謹慎な気がして。そこも気にしなくていいと思います。何を渡せばいいと思う？気にしなくていいけど、いただけるならお米券がいいです。お母さん、なぜここに？壁が薄いので丸聞こえです。そんなわけでお母さん、言いたいことを言ったのでお話を続けてくださいね。はーい。みかんも急に部屋借りるって言うから心配してたんだけど、元気そうで安心したよ。え、もも、どうしてそんな目をしてるの？ははん、ももよ、もしや寂しいのか？寂しいのか？え、みかんとシャミ子が急接近でもやっとしているのだろう。わかりやすくういやつよの。今日は一人寂しくコンビニ飯をレンチンするがいいわ。ペイ、いただきました。ご先祖。別に寂しくはないけど、私も夏休み中はここに泊まる。え、パッと見あっちの部屋も空いてたし。いや、でも。お母さん、よろしくお願いします。いえいえ、こちらこそ。お母さん、魔法少女に挟まれて生活する夏休みだと？頑張れシャミ子、隣人と円滑に付き合える魔族になるんだ。